じゃあウッディスキルマーやりますか、やりますか。発動数一応確認しますか。あと補正値もボムとあれで違うかもしれないんで、ちょっとやっちゃんと一応自分で検証してみたいと思います。12、確か発動数16だったと思うんだけど、これ4つ消せば、そうですね、発動数は16と。消去数はまあ後でいいか。で、消去前コインが53、さあどうだ、29、154、まあマイナス 46% なんだよな。マイナス 46% 入ってません。ボムはどうか見てみるか。ボムが、ボムは一体どんだけ入るか。24消去。ボムの方がやっぱ軽いんですよね。ボムの方がマイナス28%とかなんで。感じですね。まあ、あとジャイロどうかなっていう感じだけど、まあとりあえずやりますか。ヘアツムはね、まあ使い方が分からんけど、どうなんだろうね。ヘアツムバグあんの知らんけど、どんなバグがあるんだろう。とりあえず多分結構ループして強いんじゃないかなと思うんだけど、やってみますか。いやー、スキルループもっと繰り越ししてしたいね。ちなみにこれジャイロ使った人いる？ジャイロは一応消去数伸びるんかな。やべえ、おお、いいね、ループするね、ループするね。こんだけループすればやっぱ結構強い説あるんだよ。めっちゃループするやん。やっぱウッディスキルループめっちゃして強い、強そうっていうのは当てたっすね。なんかみんなめっちゃ補正見てたけどさ、なんだかんだ強いんです。多分まあ万枚は頑張ればいけそうっすね、フルアイテムな。なぞりがちょっと遅い、全然繰り越しできてない。いやー、でもあれだな、もっとスキル回ってほしいな。ここまで補正が強いとこういう気分になってしまうんですよね。やっぱー
ウッディが一番強い説あるんだよ。モロタでクド。登録ありがとうございます。もっとスキルゲージ繰り越しとかしてやっていきたいんだけど、なかなか回んないっすね、スキルが。この繰り越しはループするでしょ。これもループしそうじゃない？ありがとうございます。いやでもループが楽しいね。ループは楽しいな。消去スキルでここまでループするツムってあんまいないじゃん。その点はめっちゃいいんだけどね。補正なかったら強すぎるよな、やっぱ。補正つけた理由が、やっぱ、わかるな。これで補正なしだったらめちゃくちゃ強いもんな。マジで。それはぶっ壊れちゃう。さすがに。ジャイロ使えそう？ちょっと54のみでジャイロも使ってみますか。普段29消去とかですよね。ジャイロ使ってさ、消去数上げればもっとスキル回るってことか。もう手持ちプレイがね、苦手なんだ。どんぐらい消去上がる？これ30後半いく。あ、絶対ジャイロ使った方がいいやん。めっちゃ伸びる。めちゃめちゃ伸びるやん。でもちょっと俺の手持ちプレイの下手さがやばい。消去数伸びたな。こんな伸びると思わんかったな。しかもボムがさ、なんか知らんけど空中で浮いてる期間が長いからさ、いい感じに。あ、ウッディいいや。ウッディいいや。これループしたいけど、いやマジでこれ補正なかったらマジでぶっ壊れてたな。ジャイロどんぐらい傾ければいいんだろう。補正なかったらまんま余裕すぎるでしょ。
ふい。いいね。なんか結構出そうじゃない？この爪。やっぱ。ちょっと俺が下手すぎるけど。そう、俺の手持ちプレイが終わってるんやけど。今のところ6000枚ぐらいしかいかなそうだけど。傾けすぎやこれ。傾けすぎか。ちょっとジャイロの感覚がいまいち分かってないけど。おかー、まあまあ、でもまあ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 、多分もうちょいいけると思う。ああ、もったいない。ジャイロが思ったより強かったっすね。全然安定しなかったけど、傾けの具合があんま分かってなかったけど、まあ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 っすね。めちゃくちゃ強いわけじゃないけど、まあまあっす。